人より先に行ったわ。バスも気が楽でしょ。じゃあ菜の花台行きましょうか。で帰りましょう。さあ今日はどんな事故が待ち受けてるのか。どうしてでしょうこの時間は。透明だよ。いや俺あると思うよ。だってすこの皆勤賞じゃん。事故。何してるんですかね。綾瀬トンネルが本当に多い。何なんでしょうね。あそこ謎に多いんだよ。呪われてんじゃん。うん、俺もそうだと思う。令和って名前並みに呪われてんじゃん。あそこら辺はね、特にぐにゃぐにゃ曲がってるトンネルでもなくさ、これ S 字でもないのに、ただのバーってますよね。まあ、そのバーだからなんでしょうね。事故るんだよね。スピード出しすぎなの。まあ、デッドヒートやるんだろうね。一直線だから。俺が行くんだ。うわボーみたいな感じだね。本当に多分そんな感じだと思うよ。そう、例えばスピード出しすぎてて、こう車線変更したい車に、への反応を間に合わなくてガスシャンとかね。そうそう、そういう系だな。または渋滞してるったら居眠り運転かなと思って。こういうこと調子乗った。今度はカメラかましてた方がいいんじゃない。どうせ、なんで、うん、どうせ富士山見えるんでしょ。そう、なんか曇ってきたからこっち見れないじゃん。だってさ、通った時にさ、ああ見れないかもねこれ。うん、まあ、一応構えてきた。ニン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 。ここだけだったら違う、ここじゃねえか。よくこんな山道別で来ようと思えたな。
まあ修士君に感謝だね。うん、そうでもない感じ、うん、あ、何疲れてんだろうな。だから首なんだろうね。だから首は何も聞こえない。ババア。